米の国からの留学生の富、仮名。夜遊びしてたら帰れなくなったので俺の家実家に泊めてくれと来やがった。両親の許可を得て奴を家に入れてやる。おう、日本のお家いいねとか感動している富。うちは築60年くらいの古い家、あちこちリフォームがしてある。忍者いそう、妖怪いそうと喜んでると、姉がトムの分のパジャマ、 T シャツと短パン持ってきてくれた。トムは大丈夫、僕このまま寝るから気にしないでと笑ってたんだが、姉の違うでしょ、あなたが寝る布団は誰の布団なの、その服はあなたが一日着て汗もかいているでしょ、汚れもしているでしょう、と言うと雷ピシャーンと落ちたような顔になった後真っ赤に、ごめんね、そうだね、今までいろんな友達のお家に泊めてもらったけどそんなこと考えたことなかったよとか謝ってきた。っていうか初対面の外人190cmにここまで言える姉つえー。トムは翌朝家族に丁寧にお礼を言って帰ったんだが、その後俺の姉にボーイフレンドはいるのとか、彼女こそくの一だとか、うるさい、日本女性にビシッと言われたことがなかったらしく目から鱗だったらしい M か。とりあえず大和なでしことくの一を誤解しているようだが、訂正してやるつもりは今のところない。ゴールデンウィークに米国から友人メルとも男性とその友人たち5名が加賀百万石のお国に遊びに来てくれた。ヤッホー、来たよ、忍者どこ、忍者。早朝突然連絡があり、長期のことを言われた時は本当に驚いた。思わず原発事故が怖くないのと問うと、福島あっち、東の方角を指さす。金沢こっち、西の方角を指さす。問題ないない。それより忍者どこ、どこ行けば忍者会えますか。私は留学経験&趣味を生かし外国人相手に個人ガイドをしていたのだが、事故の影響もありほとんどの予約がキャンセルになってしまった。震災後大丈夫か、生きてるかとメールが届いたので、生きてるし心配ない、でも仕事が全部なくなってしまったと愚痴った後の出来事でした。泣いた。出迎えた駅で味噌汁後半のおばはん一目も気にせずワンワン泣きました。最初はポカーンと見てたけど、当然だが6人とも口々に励ましてくれた。大丈夫大丈夫よ、日本はナルトのお国だもん、大丈夫、ありがとう、本当にありがとう。数時間後忍者寺で別の意味で泣けたけどさ、勝手にうろちょろしないで、ほら早くこっち、迷子になったら出られなくなるよ、マジです、ほら前を見て、大声を出さない、うんうん、後でまた説明してあげるから、こら勝手に襖に触っちゃダメでしょ、貴重な文化財なんだよ、幼稚園の先生になったような気分だったよ。